今回は日本民芸館に行ってきました。柳宗悦は民衆的工芸品の価値を見出し、韓国とも深い関わりのあった人物です。皆さんにもぜひ一度訪れていただきたい場所です。落ち着いた素敵な雰囲気ですね。本当に様々な工芸品を目にすることができます。現在は特別展美しき漆、日本と朝鮮の漆工芸を開催しています。1階のミュージアムショップでお買い物もできます。今回は見られませんでしたが、西館もおすすめです。今回もプレゼント企画を用意しましたので、ぜひご応募ください。次回の屋台シリーズもお楽しみに。